夜の間に明かりに集まる虫を採取する装置になります。下にボックスがありまして、ここに虫が集まるんですが、今月11日にはなんとこれだけ採取できました。パッと見てもカメムシ多いのが分かります。香川県が先月下旬に行った調査では、4種類のカメムシが合わせて平年の94倍、特にツヤアオカメムシは平年の282倍確認されました。ヤブの近くとか木の近くではですね、このようにカメムシが飛んできて果実の桃の果実を吸ってですね、このような被害が出ております。またカメムシの主食は6月下旬頃に実ができる杉やヒノキですが、今の時期は果樹園などに現れ、桃などの果汁を吸うことが多いということです。香川県は被害が懸念されるとして、今月1日全域に病害虫発生予察注意報を発表しました。岡山県の調査でも茶羽アオカメムシが平年の2倍以上確認されたため、今月10日岡山県全域に注意報が発表されました。カメムシ大量発生の注意報は今月に入って関西や九州、関東でも相次いで発表されています。今の時期に発生する虫っていうのは、越冬っていう冬を越したものが出てくるんですけれども、暖冬の影響でおそらく前倒しで発生が出てきているのではないかと考えております。カッカ類と言われるようなものに関しては、今ちょうど実ができてきているシーズンとなっておりますので、そちらの方の防除農薬散布であったり、また袋掛けとかっていうところで対策はできると思いますので、早めの対策っていうところをお願いしたいと思います。またカメムシは臭い匂いを出す不快な害虫としても知られています。住宅での対策法を聞きました。カメムシ自体が夜行性で、紫外線に寄ってきている傾向があるということで、白熱灯であったりとか蛍光灯というものに比べると LED ライトの方がですね、その紫外線の量というもの自体が少ないので、そちらに取り替えていただくことで、寄ってくる量が減ってくるということは考えられる。叩いたりとかっていうことをすると、先ほどの異臭であったりとかを出しますので、落ち着いて、何かしらティッシュであったりとかほうきとかで優しく捕まえて、それを静かに外に逃がしていただくのが一番かなと思います。